工場全体ボーイングエヴァレット工場はアメリカ合衆国ワシントン州エヴァレットにあるボーイング社の主力飛行機組み立て工場であるペインフィールド空港に隣接しており主に747型、767型、777型、787型の各シリーズを製作していたが787型については製造を ボーイングサウスカロライナ工場に集約することが決定し、2021年2月をもって同工場での787型機の製造を終了した。747型についても2022年の製造終了が決まっている。1969年の747建造の際に、これまで707から737を生産しているレントン工場では、 組み立てラインの増築や工場内の面積に限界があるとの判断で新たに建設された。当初は747専用の工場として君臨し、1982年の767ロールアウトまでは747シリーズ1機種で独占していた。1990年代に入り、今度は777シリーズを建造するための改良工事を行った。 工場北部のビルディングには40ビルディングという名前が当てられており、40から21から40から26が最終組み立てラインである。40から21、40から22ビルディングは2011年現在、空きラインとなっている。工場は世界最大の要石を持つ建築物であり、 床面積39万8千平方メートル、容積は1330万メートルである。ペインフィールド空港組立工場の南側には道路を挟んで、ペインフィールド空港がある。滑走路が3本配置されている。ありがとうございます。